血圧は健康状態を知るための大切なバロメーターです。週刊健康マガジン、今夜のテーマは血圧の正しい測り方について、長崎大学病院の本田先生にお話を伺います。血圧は時間帯や測定する環境、その日の体調などによって変化します。病院は毎日受診するものではないため、病院でしか血圧を測らないと普段の生活の中での高血圧を見逃してしまう危険性があります。高血圧を治療中の方や健康診断で要注意と言われている方は、家庭用血圧計を使って自宅で血圧を測るようにしましょう。血圧の測定は毎日朝と夜の1日2回行うことが推奨されています。朝は起きてトイレを済ませた後、食事をしたり薬を飲む前に、夜は寝る前に測ってください。測る時の姿勢は椅子に座り、リラックスした状態で腕に巻いたベルトを心臓の高さに保ちます。手首に巻くタイプの血圧計は高さがずれてしまうことがあるため、肘に巻くタイプのものがおすすめです。左右の腕で血圧が違うこともあるため、いつも同じ腕で測るようにしましょう。一度の測定で2回連続で測定し、数値を平均すると記録がより正確になります。毎日の血圧を記録・管理する際に便利なのが血圧手帳です。血圧の変動パターンは個人差があり、一般的に夜よりも朝の方が高いと言われていますが、人によっては夜の方が高い場合もあります。高血圧を治療する上では、一人一人の血圧の変動パターンを把握することがとても重要です。血圧を測ったら血圧手帳に記録し、病院を受診する際には必ず持参するようにしましょう。血圧手帳は病院や薬局で無料で配布しているほか、インターネットでもダウンロードできます。かかりつけ医と二人三脚で質の高い高血圧治療を目指していきましょう。週刊健康マガジン、次回は高血圧の治療目標についてお送りします。